プレーナンバー 4-3 エールズ相手陣39ヤードからサードダウンライン。攻撃権更新にはあと9ヤードのゲインが必要です。パス成功、パスだ。クォーターバックジャックダウン。プレイアクションからワイドレシーバー19番にパス。19番はこれをキャッチアンドランし、ファーストダウン。攻撃権更新です。